今回は、今は、亡きカナダの日本人街に関する記事からです。かつて、カナダ・バンクーバーのパウエル町には、最盛期で8000人以上の日系人が暮らしており、リトル東京、あるいはリトル横浜と呼ばれていました。日本人のカナダへの移民が本格化したのは1880年代のことで、多くの方は安い労働力として危険な肉体労働に従事していました。それでも日本人の勤勉さは重宝され、仕事が多く舞い込むようになった結果、人が集まるようになり、コミュニティは拡大していきます。しかし第二次世界大戦が始まると、日系人は財産を没収され、荒れ果てた土地に追放されることになり、日本人街は衰退。戦後になって町に戻る日系人の方もいましたが、一度衰えたコミュニティは復活することなく、現在ではその名残がわずかに伺えるだけになっています。翻訳元の一つであるバンクーバーの地元紙が投稿した記事では、1890年から1942年までに撮影された日本人街と、最近になって撮影された町の比較写真が紹介されています。かつては多くの日系人が暮らした日本人街がなくなってしまったことに、カナダの方々から悲痛の声が寄せられていました。